ハロルド・ジョージメイは、オランダ出身の実業家。日本コカ・コーラ副社長、タカラトミー社長を経て、新日本プロレスリング株式会社代表取締役、社長兼 CEO を務めた。2020年10月退任。現在アース製薬株式会社社外取締役の、他、パナソニック顧問、サンリオ顧問、QP 株式会社経営アドバイザリーボード、 ジェーメーマーケティング部門評議員、ビジネス講演などを行っている。1963年12月4日に、オランダで生まれる。8歳から13歳まで日本に在住。中、工学時代はインドネシア、大学時代はアメリカに在住。米、バックネル大学卒業後、1987年にハイネケンジャパンに入社。1990年に日本リーバーに転職し、 ディプトンブランドを担当する。在職中2年間は、米、リーバに出向。その間ニューヨーク大学修士課程を終了。2000年からサンスターの執行役員になり、ガムやオラにブランドなど、オーラル事業を担当。2006年に日本コカ・コーラ副社長に就任。コカ・コーラゼロなどのマーケティングを担当する。2014年に、タカラトミーに招聘され、同社に入社。 副社長兼 CEO を経て、2015年に社長兼 CEO に就任。前身のトミーを含め創業以来、創業会外からは初の社長抜擢となった。2014年当時、タカラトミーは赤字経営だったがそれを立て直し、大幅黒字に転換させ、V 字回復に導いた。タカラトミーの株価は就任直後に比べ4倍以上にまで上がった。 2017年12月でタカラトミーを退職。その後2018年に新日本プロレス社長兼 CEO とブシロード CSO に就任。6月9日に行われたドミニオン E 大阪ジョーホールにて初登場を果たした。新日本プロレスのグローバル化に貢献し、2019年にはマディソンスクエアガーデン大会や初のロンドン大会を実現させた。 2019年8月には新日本プロレスの過去、最高となる売上と最高利益を達成している。2020年10月、新日本プロレスの代表取締役と、ブシロードの取締役を退任。現在アース製薬株式会社社外取締役、パナソニック顧問、サンリオ顧問、QP 株式会社経営アドバイザリーボード、内閣府のクールジャパン戦略有識者検討会。 一般社団法人日本、農立協会マーケティング部門評議員を務め、ビジネス講演なども行っている。ありがとうございます。